皆さんこんにちは、おちょさんです。はい、じゃあ今日もね、あるといじっていきたいと思います。前回やらかしたということで、バルブスプリングの向きを変える作業をですね、行いまして、一回組み上げたものをもう一回バラしたんですけれども、今回まで結構エンジンいじりを頻繁にやってきたので、今日はちょっと息抜きっていうことで、エンジンとは別の部品をいじっていきたいと思います。じゃあ何をやるのかっていうことなんですけれども、今日はハブベアリングをいじっていきたいと思います。アルトのフロントの2つのね、ハブ外してありますので、そこからハブベアリングの交換をねやっていきたいと思います。まあ、これはもう 2,3 回やってる作業になりますので、ちょっとね気楽にできるかなと思いますので、気分転換も兼ねて、まあ、そんな感じでちょっと馴染みのある作業をやっていきたいと思います。じゃあね、今日も一日作業の方頑張ってやっていきたいと思います。やっていきます。はい、じゃあ早速作業をやっていきたいと思います。じゃあまず現状なんですけれども、このような感じになっておりまして、まあ、錆とかね、汚れとかが結構蓄積しているような感じではあります。で、回した感じはすごいなんか回りづらいとかそういったのはあんまりないんですけど、でもこの聞いていただくと結構異音がねしてるのがお分かりいただけるかなと思います。はい、こんな感じで結構ねゴリゴリ言っております。左も同じ感じですね。うん、なんか結構ねゴリゴリ言ってます。こっちもね、回り具合的には負荷かかってる感じはあんまりないですけど、右側の方がちょっと回した感じ重いかなっていうのはあります。こんな感じです。はい、じゃあ掃除とかね綺麗にしていきたいんですけれども、まず最初に一旦プレスでベアリングを抜いちゃいたいと思います。でした。ハブが落ちてくるので、ここにちょっと受けとして布とフェール管をセッティングしました。よし、おオッケー、なんか下に、はい、ハブが抜けました。じゃあこの後ね、ベアリングをさらに抜いていきたいと思います。はい、じゃあ抜いていきます。あ、来た。お、来た？落ちてなくない？ベアリングが1個分抜けただけだったので、まだ落ちてなかったです。今当て板の場所が悪くて当たっちゃってたみたいなんで入れ替えました。それで落ちるはず。あ、いい感じかも。おし、オッケー、よいしょ。はい、じゃあ左側もハブが取れました。こんな感じで取れたんですけど、さっき取ったハブと違ってベアリングがですね、こっちは片側ついてきてくれない状態で落ちてしまいました。こっちがさっき外した、一番最初に外したハブなんですけど、ここにねベアリングが片側分ついてきてくれてるんですが、今外した方はこっち側のベアリングがついてない状態で、ハブだけ本当にボロンと単品で落ちてきたような感じになってます。これなんですけども、これナックルなんですけれども、あのね、構造がちょっと面白くて、ベアリングが2つ入ってて、その間にカラーが入ってる状態なんですね。なので今こうやってお分かりいただける通り、中にねカラーが、フリーのカラーがこう入ってるような状態になってます。で、このベアリングの取り方なんですけれども、どうやらこの内側に入ってるベアリングはこっち側に、
外側に入ってるベアリングはこっち側に取らなくちゃいけないので、まあ、さっきみたいに単純にこの状態で全部押して取っちゃえばいいじゃんっていう風にはいかないみたいなんですね。なんかもうこう溝が入ってたりとかしてそういう風に取る構造上にはなってないみたいなので、さてどうしたもんかっていうところなんですけれども、もうしょうがないからですね、この殻をずらしてこの殻ごと押し出すしか今のところ方法がなさそうなので、ちょっと荒領事というか荒作業なんですけれども、この殻に当て板をなんとか当ててそれで押し出すっていう感じでやっていこうかなと思っております。正しいやり方なのかわかんないんですけど、ちょっとそれ以外取る方法がわかんないので、それで一回やってみたいと思います。でカラーはですね、カラーもベアリングももちろん新品買ってありますので大丈夫です。はい、なんとかセットアップしましたので、今からちょっと無理くり抜いていこうと思います。うまくできるかな。怖っ。ブッ、いけたか、いけたか、あ、いけてる感じですね。いけてるんじゃない？はあ！ダメだ。取れてないかも。ちょっとうまくいってなかったので、もう一回セッティングし直しました。あ、いいかも。取れた。はい、取れました。ベアリングとカラー、どうなるかと思ったけど無事に取れてよかった。はい、じゃあ反対側のベアリングも抜いていきたいと思います。なんかナックルの裏側がめちゃめちゃ不安定で、高さをね調整するのになんかこういうのを使ったりとかして結構時間かかっちゃいましたね。まあ、いや、とりあえず外していきます。よいしょ。うん、いい感じじゃない？よし、オッケー。こうなんかシールみたいなのも一緒に取れました。はい、じゃあこれでね、左側のベアリングが全部取れました。次右側やっていきます。オーマイガー。この左側のベアリングがですね、すごい回した感じもゴリゴリ言ってるなっていうのがね、すごい伝わってきます。音は多分これマイクじゃ拾えないぐらいの音、ちっちゃい音なんですけど、指で回すとこう異物感があるっていうか、当たりながら回ってるなっていう感覚はすごいわかりますね。こっちのベアリングはもうそういうな違和感なくスルスル回るんですけど、こう比べてみると結構わかりますね。ちなみにこっちは、あ、こっちは大丈夫。じゃあ、あとこの右側のこっちのベアリング、これもね外していきたいと思います。あ、ちなみに今使ったこのドライバー、じゃーん、見てください。私がアネックスさんとコラボで作ったドライバーなんですよ。じゃん、かっこいいでしょ。これね、最近ようやく納品されて販売開始始まりまして、今私のホームページでちょうど販売してるので、よかったらねチェックしてみてください。マイナスもあります。プラスの2番と6ミリのマイナスの2本セットと、あと今バラも準備してます。多分この動画が上がる頃にはバラでも買えるようになってると思います。これ先端がアネックスさんのワニドラっていうドライバーと同じ先端を採用してるので、あのワニのように噛みつくので、舐めたネジもしっかり回せるっていうね、かなり便利なドライバーになってます。あと貫通なんでね、ハンマーでこう叩いて舐めたネジ回すときにこうネジに食い込ませて使うことができるようになってるのと、であのグリップは木製なんですよ。木絵、木の素材になってます。でね、色もね黒にしたので汚れが目立たなくてね、作業でガンガン使えるような感じになってます。でこのねワニドラの種類だとグリップが樹脂のグリップしかなくて、木製グリップがなかったんですよ。なのでちょっとねオリジナリティを出したくて、アネックスさんと相談させてもらって、コラボ商品はここは木製グリップにしていただきましたね。かっこいい。
完全に現場でガンガン使える仕様にしてありますので、おもちゃ工具っていうわけじゃなくて、本当に仕事でも DIY でも趣味でも使えるような感じのドライバーになってあります。皆さんぜひチェックしてみてね。はい、ということでちょっと宣伝挟んじゃったんですけれども、こちら外していきたいと思います。はい、じゃあ洗浄していきたいと思います。このまずハブね、ハブを両方とも洗っていきます。結構綺麗になりますね、意外と。このブラシいいかも。はい、掃除が終わりました。結構ね、綺麗になったと思います。こんな感じで焦げ付きというか油汚れがだいぶついてたんですけど、それがしっかり落ちて綺麗なシルバーが見えてくれてます。裏はこんな感じで、あとナックルもありますので、ナックルちょっと簡単にですがささっと洗っていっちゃいたいと思います。はい、じゃあお掃除が終わりました。こんな感じでね、ナックルもあとハブも綺麗になりました。じゃじゃーん。はい、ということで新しいベアリングを圧入していきたいと思います。でベアリング4つと、あとカラーですね、こちらも新しいのを用意しました。あとこの、シールですね、シールも新しいものがありますので、このまあ新しい部品たちをこのハブとこのナックルの方にですね入れていきたいと思います。じゃあ早速圧入していきます。はい、こんな感じでシールも2つとも打ち終わりました。こんな感じです。古いシールと比べてみるとね、もう本当に違いが一目瞭然で、これが前ついてたシールなんですけど、もうねすごい側面がバキバキになっちゃってて、こういうところ見えるかな、ひび割れちゃってるんですよね。こんな感じで割れちゃってるんですよね、これすごい
だいぶもう劣化しちゃってバキバキになっちゃってるので、今回のねシールはしっかり新品のものに変えたので、これでねちょっと安心かなと思います。おっしゃー、これでベアリング交換終了。よかった、無事に終わって。はい、ということでアルトのハブベアリングの交換終了しました。じゃじゃーん。はい、こんな感じになっております。フロントのね右側左側ハブベアリング両方交換終わりました。ちょっと重いんで下ろしてきます。はい、ということで今日はですね足回りのメンテナンスということで、フロントのハブベアリングの交換やっていきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ちょっと今月はですね、実は私の父と、ちょっとした小旅行に行こうと思っておりまして、そのなんていうのかな、ドライブ動画、道中のドライブ動画とか現地で私と父がこうわちゃわちゃ遊んでいる動画をねちょっと撮って皆さんにお見せできたらいいなと今父と計画しておりますので、ちょっと整備動画の方が少なめになって、代わりにドライブ動画とか、そういったような動画がもしかしたら増えてくるかもしれないんですけれども、結構ね私の視聴者さんでもドライブ動画を出してほしいって言ってくださる方が結構多くてですね、ようやく、そのドライブ動画の方をねお出しすることができるので、ぜひね皆さん楽しみにお待ちください。最後に出したのが去年の夏かな、1年前くらいになってるので、もう1年ぶりぐらいにドライブ動画になるんで、ちょっとねうまく撮れるか心配なんですけれども、ちょっと頑張って2人で撮っていきたいと思います。楽しみにお待ちください。はい、ということで今日はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。